常磐公園に建立された、私費、奥間秀夫は、日本の詩人、小説家、漫画原作者、画家である。筆名に、奥間修吉、黒サンゴ、朝日太郎などがある。1901年9月9日、北海道小樽市稲穂町に生まれる。幼少期を稚内市、秋田、樺太で過ごし、白衣、高等小学校を卒業。養鶏場の番人など様々な雑務作業に従事した後、1922年より旭川新聞社で新聞記者となる。この頃から詩作を始め、1928年27歳で上京後は雑誌社や業界新聞で働きながら雑誌、民謡詩人などに作品を発表。1935年に奥間秀夫詩集長編叙事詩集、飛ぶそりで詩人としての地位を確立、自由や理想を奔放に歌い上げる作風で、詩壇に新風を吹き込んだ。詩作にとどまらず、童話、評論、絵画など幅広い分野で活躍した。小熊の最初の詩集、奥間秀夫詩集の想定を行った寺田正明、池袋モンパルナスの画家たちと交流し、自らも絵筆を取った。なお、池袋モンパルナスに夜が来たという文で始まる詩を発表。池袋モンパルナスの名付け親も小熊と言われている。また晩年は漫画出版社中村書店の編集顧問となる。朝日太郎名義で原作を担当した漫画火星探検は SF 漫画の先駆的傑作とされ、手塚治虫、小松左京、筒井康隆、松本零士らに大きな影響を与えた。1940年11月20日、東京市豊島区千早町30番地東荘で肺結核により死去した。満39歳没。戒名は、徹全集学信寺。ありがとうございます。